なシーフードコートにいろいろ入っていて、この琥珀、これもすごい人気のラーメン屋さん、すごい美味しそうなのばっかり、お安いのから高いのまで揃っています。ここは台湾キッチン恵比寿のジンディンロー、ここのルーローハンとかね、小籠包めっちゃ美味しいですよね。これね、以前食べたんですけど、めっちゃおすすめです。金額もちょっとリーズナブルな感じになっていて、お持ち帰りもできるみたいです。ここは鉄板ホルモンの店、ホルモンがねすごく美味しそうです。すごく行列ができてるのですが、メニューがこんな感じでいろいろ揃ってますけど、そんなにねお高くなくって、普通の感じで山盛り定食が食べられます。これ千坪タン屋、ここは牛タンがめっちゃ有名ですよね。美味しそうな牛タンと海鮮もね人気があるし、牛タン美味しそうです。でこれ牛タンカレーパンもねすごく美味しそうですね。お持ち帰りは346円だって、はい、ここは洋食屋3代目タイメイケン、ここが有名なのがこれオムライス、オムライスがねめっちゃ有名で、テレビでもね幾度となく紹介されてましたけど、今回はオープン記念価格でオムライス&ハンバーグが1250円で食べられるみたいです。こちらは韓国のお店、サムギョプサル石焼き丼、めっちゃ美味しそう。スンドゥブも美味しそう、冷麺も美味しそう、ビビンバも、まあ、めっちゃどれでも美味しそう。プルコギチキン、プルコギキンパセットもね美味しそうだし、ハーフハーフで半分ずつ食べれるのもいいかも。でここは伝説のスター丼、スタミナ丼です。スター丼とは洗練された豚バラ肉を秘伝のニンニク醤油ダレで炒めたものだし、すごい展開してますよね。伝統の名物、いろんなメニューがあるので全部食べてみたい。ここは一番人気の日本橋天丼、金子半之助、ここの天丼はめちゃくちゃ多くてボリュームたっぷりで一番人気らしいです。天丼食べるのにね60人ぐらい並ぶらしいんですよ。ここが九州博多寿司、運ばれてくるお寿司みたい。お寿司の種類はめちゃくちゃ多いです。デザート系まである。これは和牛ハンバーグ屋さん、すごい和牛のボリュームがすごい、900円ぐらいで食べられます。いつも手作りでほかほか、ハンバーガー無性に食べたくなる時があるんですよね。ここは元祖肉肉うどん、肉がねめちゃくちゃいっぱい乗ってますよ。これ違うお店で食べたことあるんですけど、めちゃくちゃもう肉っていう感じのおうどんでした。めちゃくちゃお腹がいっぱいになる。カルビ焼肉重三つ星、うまい米と焼肉重、すごい美味しそう。お持ち帰りできます。ここは鳥山劇場、面白い名前、鳥の丼ぶりかな、親子丼とかチキン南蛮とかチキンカツ丼、お子様プレートも可愛い、アンパンマンのがある。サーティアンアイスクリームもあります。ここは同じかな、どこもたこ焼きの罠か、ここのたこ焼きもめっちゃ美味しそう。たこ焼き8個600円、12個850円。台湾のゴンチャも入ってます。
エモンカフェ福岡初上陸らしいです。で、オーダーしたのがイエモンカフェ1100円、お魚ベースかな。これがこちらです。早速食べてみたいと思います。なんかお野菜のアルアルファかな、これアルアルファとシソと、なんか体に良さそうなものがいっぱい入ってますと、お魚。まずちょっと何も食べない、つけないで食べてみます。あっさりした感じ。でこのタレが何だろう、ごまドレッシングのような、抹茶ドレッシングのような、なんか初めて体験するドレッシング。このグリーンのやつかけてみます。抹茶がかかった感じ。結局グリーンになってしまったけど、あっさりして意外と美味しい。この海鮮と抹茶が合うのにびっくり。1時間待ちの天丼、すごい、ちょうど並んで1時間待ってやっと来ました。めっちゃいっぱい入っとるもん。これ穴子、この長いの何やろ。ここね、なんか毎日60人ぐらい並ぶらしい。で、並んでる間に私も食べてきたんですけど、なんかね、ゆで卵も、うん、ほらあ、半熟。ゆで卵の天ぷらとか初めて見るけど。初めて見た、これすごく、すごい。これイカじゃない、イカ。これでいくらやった？1300円。私が食べたの1100円やった。アボガドとなんかあの海鮮丼みたいな、抹茶かけでて食べるっちゅう感じ。それも美味しかった。ここね、なんか全部もう回ろうと思ったら1ヶ月で終わらんかもしれんよ。あ、毎日行く、毎日行くのも。これはね、テレビでも言ってたし、なんかあの前のあの何、あのこの紹介でも言ったけど、毎日60人以上で随時並ぶらしい。ここはクレープ焼いてくれるそうなので、めっちゃ並んでいます。ゴディバの30分待ちでオーダーした生チョコレートのゴディバのクレープとストロベリーのクレープ、30分待ちしてオーダーして、さらに30分待ってやっと来ました。早速食べてみたいと思います。